どうも、うさくまニュースでーす。そういえば、新国立競技場、揉めとるなー。オリンピックで使うのに、今から設計案白紙撤回やろ？大変やなー。ほんまやなー。なんでもお金かかりすぎるんやって？そういう夏は、なんぼかかるか知っとるか？よう知らんわ。春は知っとるんやろ？知っとるわ。人参50億本分やろ？余計わかりづらいわ。しゃあないな。春さんが解説したる。最初は1300億円の予定やったんやけど、予算オーバーしまくって、今じゃ2500億円かかるって言うんやで。ああ、1300億円で人参50億本なら特売やな。うち買うわ。桁大きすぎてついていけへんわ。なんでそんな高くなったん？そら、旬もあるもんやし、気候もな。奥が深いんやで、人参は。人参の話ちゃうわ。新国立競技場の話や。ああ、それな。流線形のアーチを目玉にしとるデザインやろ？それがめっちゃ高くつくんやって。硬い鉄をうにょーんってやって、ぐにょにょーんってして、にゅぴーんって作るのは大変なんやろな。もう効果音が意味わからへんわ。もうええわ。ありがとうございました。